こんな不毛なぶつかり合いしてたら友情にひびが入っちゃう。はい、じゃあ次僕タイタンが。スタートダッシュが遅い。あれなんかさっきよりもない気がするな。やべ、なんか視点か。このとこ持っていた気がする。オープンコールか。そう、なんかダッシュけどやな。なんかぐちゃ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 って。そうでしょ。あ、これだ。あれ、ちょっと待って。でもよくあるかコースアウトして。あ、だ、今ので補充されたこれか。痛い痛い痛い。あれ、ちょっと待って。トーテムコール。まだ、ね、いや、なんかもう明らかにスズメ、めっちゃかわいそうなんだけど。絶対タイタンの方がでかいもん。あ、これかタイタンの、タイタンのスズメかわいそうなんだけど。頭だけ埋め込まれてる。いや、みんなそうじゃん。みんなそう。こっちのまださ、あの、かわいそうだわ。かわいそうだからね、かわいいね。仲間は見る。LR の視点が目指せる。あ、あ、あ、そうです、外向き、こいつ外向き。外向き？あ、本当に。それはこれで見てみる。目回る。意外と残酷。あ、合わないんだけど。あれやばいやばい。いいこと教えてあげよう。エルワンでの気温だ。狙われてる？違う、R1 だった。ほら、L1 でしょ。R1 で6本。L1 で視点を戻す。R1 で6本。知ってるよ、なんか。ほら、いけ。これは、膠着状態。ちょっと、一回離れよ。一回離れて、違うところから行こう。あー、ちメロン、太メロン。いた。そんなこと言ってる場合だ。ちょっと巻き込んどかれ。もっと疲れって言われてると思う。あ、煽られてる。煽られてる。いやいやいや。おぉ、これはもう、わざわざ違うとか言ってた。あっ、あっ、ほらほらほら。ほらほら、ちょっとちょっと。このまま逃げ切った方が勝つんじゃね？意外と、いいこと言うね。これは。あそこ狙われてるよ。でも、このまま逃げ切って勝てるけど。あぁ。やばい、これ負けそう。メロン、あー、もう泣くな。増えた。え、増えた。え、これどうしたら選択してる。一回離れよ。3、2、1。どっち勝ったろう。どっち、あ、負けた。勝ったのは王子、よくやったね。やったね。弱すぎて、弱すぎて。なんか、ちょっと時間じゃない一回。そうだね。いや、まだでも15分あるね。私もやる。よっしゃ。ラストバトル。頂上決戦。王子がタイタンで、ブラン。ブランやりたい。ブランやる、うん、あ、ごめん。俺さっき使ってたの、ブランか。うん、そうそう。王子がタイタンで。王子がタイタンで、ブランが、ブランがポンズで。それでタイタンが勝てば、うん、なんか、じゃんけん方式みたいな。引き分けになる。三つどもりに。あ、めっちゃ確かに。負けたくない。やった感じ。邪魔。俺のさくらんぼだ。俺のチェリー。あれあれあれ。一回妨害する。やめようよ。安全に行こうぜ。序盤からでかすぎないと思って。確かに面白いの巻き込んだね。動かないんだけど。あれ動かなくなった。お、もういけんの？ごめん。なんかメロンが浮いてるね。なんか無言になってしまう。ああ今んとこね、トンちゃんの方がいいだって。てかもう明らかに俺負けてる。だってなんかもうありえないくらい桃みたいなのいっぱい作ってるもんね。桃子なんだよ。もう、
取れるやつが取られていったタイタンがよくわからない。じゃあ見つかろう。やめてよ。やった、バナナ怒ってきた。ダメだ。ダメ。ダメ。完全に置いただけで。お、やった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 。やだこれ逆転したかも。ちょっと私。ああメロンが。あーもうやだー、おーしまった、当たっちゃった。やったぜ、私の努力を返せよ。メロン12個分のさ、あ、人参、人参、人参が生えてます。なんかスイカに追っかけられている。なんでそんなつけつけつぶみやろ。お互い焦ってるね。でも今はまだ同点ぐらいになってるね。同じぐらいに見える。あーなしかった。いけ、ほらーっしゃー。ダメよー。これ当たったな。あともう逃げよう。バナナ21本分ってやばくない。あーよしよしよし、もうこの大きさにはね勝てないだろう。ファイタン知らない。よしよしよし。あすいません、ね、マイクがマジでか、うますぎでありますって。さあもうやめやめよ、もうやめよ。そんな無駄な、こんな不毛なぶつかり合いしてたら友情にひびが入っちゃう。さてじゃあストーリー進めていきましょうか。ストーリーは一人だね。多分ね。多分。まあまたゲームが慣れた時にでも対戦できるかな。新しいステージ出てたね。まあでもいい。あれ？これを目に動かせるんだよ。普段勝手に動いてて変わる。ブランだ。あ、ブランだ。あれで歩いてる。これなんかブランの手が足なんだね。王子に丸を押すと変わるみたいです。王子のコスモと王子のコスモが。てか時間大丈夫？全然大丈夫。あと1ステージか。よし、じゃあ王様コス。これどういうことなんだろう。お菓子にいいの？違いがあるのか。あ、じゃあお菓子やりましょうか。じゃあプレイヤーどうしよう。こうちゃんで。あれでいいんじゃない？監督。監督いる？ごめん。名前が思いつかなかった。32点だった。32点だったね。これではいいんだよ。うん、むにゃむにゃ気持ちいい。あ、ようやく王様じゃん。ロボじゃない方。ああ、確かに。なんか、筒がバージョンアップしてますね。もうバージョンアップしてます。もう眠ってねえだろ、これ。絶対寝てねえよ。寝言じゃない。マジかよ。寝たはん。その一大事だから目を覚ましていく。お菓子を食べに行きましょう。甘いいい香りです。お菓子食いたい。でもね、お菓子よりアイスかな、今の時期。すごい暑いよね。いよいよね、最近梅雨入りらしいです。王様めっちゃ大きいじゃん。うん、王子めっちゃ小さいじゃん。パンダもこんなもんだよ。パンダなんでいきなりパンダ出てきた。パンダの両親。パンダ基準で考えて。パンダもこんなもん。大人になったらあれね。あれ顔だけ。顔だけになるとなんかグロテスクだね、これ。なんかイースター島にありそう。あー。この香りはダメ。お菓子見えない。
お菓子欲しいね。灰色の世界。これもしかして動ける？本当に妹を巻き込む。何最終的にこれを巻き込めって。無理です。3分だって。無理です。頑張ろう。お菓子がそもそも使ってないだろ。お菓子どこ？元が少ない。え、ないないない。L、L で戻せる。L でしょ。L って言ったのが、すごいです。下っていった。え、待って、あんまりお菓子なくない？これ、お菓子じゃないの？これ、あれ、金太郎飴？ああ、あ確かに。え、こっちで合ってたのかな？全然いいんじゃない？噛んで。でももう58センチになってます。もう制限時間3分だから頑張れよ。あっちに、うん、あ、でもなんか、あっちにいろいろ。取れるようになったら、人は、あるって分からん。あ、かもしれない。ロマンチックじゃん。最初雨で、後からプリン。プリン、でか。プリンは分かるんだけど、この星はなんか、クッキーかな。クッキーじゃね？おぉ、ここ、増えた。増えた。なんか、どれが増えた？あ、なんか豚を巻き込んだ。え？白黒でもできんの？この、あ、でも、白黒のやつでも色がついてる。一回巻き込んじゃえば色がつく。あ、そういうこと？うん。だから、使ってみればいい。ああ。ああ。プリンが食える。豚何だろう。豚、豚、豚。こんなお菓子見たことない。これ、金太郎飴がどんどん増殖してくる。確かに。一周ぐらいしてるはずなのに。あと1分だよ。ええそれはでも、ちょうどない。まだプリンすら巻き込めてる。そう、マックスで。最後、向こうに戻ってよ。お姉ちゃんと、あれ巻き込まなくちゃいけない。に。え、まだ巻き込めないっしょ。ドーナツがある。気合で。気合で。これだって、こいつがまだできないからさ。無理じゃん。きつくね、これ。1メーターくらいになれば、あ、ちょっと、カメラ。100センチくらいならできる。カメラがちょっとすぎて、できるな。あ、ここの中にあるんです。え、こいつが。あ、これお姉ちゃんとお兄ちゃん違う。わかんない。なんか、兄弟感ある。あ、その、ああ、ドーナツ来た。ドーナツ。あ、めっちゃ色ついたじゃん。いいね。お、なんかいろいろ。来た来た。え、なにこれ。来たけど、もう、タイムアタック感が半分。タイムアタック感。なんかどんどん、お菓子の家が。とりあえず、お兄ちゃんとお姉ちゃん、入り口に、入り口から家の入り口を開けて。窓がある。人が。お、そろそろ兄と妹も来る。巻き込む。お菓子の家来てたのか、やばい。もう10件のしかない。これ、こいつじゃないの？今のやつじゃないの？なんかも、さっき、巻き込んだんじゃない？坂の上に行ったやつじゃない？それはもう水じゃない。戻れない、今で。ちょっと待って、なんか、周りの景色が、ああおぉ惜しいなぁ。え？これは？どうなの？どうなの？見えない。ママの塊になった。おぉ。いただきまーす。ん？成功したんじゃない？わからん。カメラ判定でもわからない。ミルフィーユ。ミルフィーユ。なんか甘いことが多い。俺お菓子だったら、あれだね、マカロンが好き。高い。確かに高いね。あんなちっちゃいのにさ。お菓子巻き込み数、1290。結構巻き込むね。まあ、これ。うん。豚とかも。でもさ、ここまでさ、前の食ったらもうこれ死ぬよね。ファンタジー。ファンタジー。子供？子供？おやつだらけの子供がいた。はい、84点。俺何点だったっけ？32点か。差がやばい。マジか。でも俺赤点は
取ったぞ、赤点は突破したいと。え、赤点って30点だった。マジで40点じゃん。学校によって違うんですね。差がやばいな。赤点なかった、うちのやつ。うち赤点取っても別に何も言われなかった、うん、赤点の半分が青点だっけ。そんなものあるんだ。そんなのあるの。なんか赤と青って青点ってなんかいいかなって。ね、そうだよね。悪いのって聞いたよな。一番最悪してる。あ、またなんか始まったけど。何だったの今の。わかんない。セリフもなく終わった。長すぎる。はい、じゃあということで、いやこんな感じで塊魂トリビュートのプレゼントまだあんの？早くちょうだい。あ、メイツ、メイツ、メイツ。さっきのがメイツになった。さっきの？さっきの巻き込んだなんか。なんかプレゼントって言ってたよね。いや、かわいい。あ、ちょっとどう？レジェンドハンパーに。とりあえず一回区切る？まあ、区切ろうか。うん、はい、ってことで、塊魂トリビュートの方を、ちょっと三人でグダグダしながら実況してみましたが。そうですね。まあ、ということで、面白かったね、ぶつけ合いとか。書いたら下手だったね。32点なんですね。まあね、おいおい僕の32点も90点くらいに上げていこうと思うんですけど。ああ、そう。いや、もうそういう意気込みで。ラグか。夏からの巻き返しね。夏からの巻き返し、確かにね。高校の先生とかにも言われてたし。さあ、ということで、ご視聴ありがとうございました。で実況僕、タイタンと、監督と、ポンズでした。ありがとうございました。